はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。じゃあ、はい、お願いします。はい、クレールの中村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。はい、はい、クレールの山ちゃんです。お願いします。はい、どうぞ。はい、はい、テントの谷です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、ボボレーを一通り出していただきましたけれども、はいはい、なんかストロークの時にこう感じたこの柔らかさっていう部分で言ったら、ボレーもかなりプロ、MP ともに柔らかいというか、まあ、しなるか、ホールドかっていうこの部分は大きく感じられてました。はい、で、あのプロ、最初打った時に、あの非常にパワー系のっていう話もあったので、はい、結構こう、もうちょっとコンパクトに打って楽にパンって飛んでくれるかなってちょっと期待して打ったんですけど、プレマスが22ですからね、まあ、なんで、はい、この厚みにしては確かにアシスト感はあるなという印象ではあるんですが、あの合わせて簡単にポンっていう印象ではなくて、ちょっとやっぱり自分でこうグッと押し込んでいくような感じのボレーに関して言ったら、ボックスフレームっぽい感じのボレーをした方が制御しやすい感じ、あとは威力を出しやすい感じでしたね。プロはボレーの方がどっちか言ったら、このストレートビームかこのテーパードの違いって出やすいかもしれないですね。そうですね、ラケット純粋こうスイングワークが小さいので、はい、あの純粋ラケットのパワーっていう部分が結構出てくる部分だと思うんですけど、それで見てもかなりこうコントロール性の高いホールド感があるって言える感じの、まあ、ラケットだなという印象です。まあ、例えば、でいうラジカルスピードなんかよりはどっちかというと飛びはいいんですかね。そうですね、まあ、そこら辺と比べれば少しアシスト感はあるかなという印象ではあるんですけ ど、はい、インスティンクトとかエクストリームみたいな感じの合わせてパンって飛んでくれるという印象ではないかなというイメージですね。はい、ありがとうございます。ねえ、なんかねちょっと山ちゃん、過去一のボレーだった。過去一でよかったよね。これ楽しかったですね。昔もう壁な気分でした。よし、こいみたいな。ボールが持つからなのか、なんだろう、いつも弾かれる感もないし、そうなんです、そうですね、まあね、うちのコーチだからあれですけど、そんなにボール上手いやつだった。大丈夫、大丈夫、大丈夫、みんな知ってる。なんとなくみんな知ってると思いますけど、ボールが得意じゃないですか、ね。まあ、ストロークですから、ね、ストロークですから、ね、やっぱり印象が強いスピンのストロークってイメージがあって、ボレーはまあ、ね、人並みまあでもやっぱりこうラリーしてて結構こうイメージとしてこぼれたりストロークしてると少しこうやっぱりちょっと浮いちゃうっていうのが結構あるということが多いイメージがあったのが、今回ほぼほぼ浮いてないですよ。バチコンオーバーしてるのほとんどミスってないしね。ミスってないですよ、ほぼ最後以外はね。最後ね。前だけのせいじゃないから、当たってない。当たってないどうですね、当たってないですからね。けどすごいやっぱ持つからすごいコントロールしやすいですよ。なんか前にも結構ちょいちょいって落としてたんですけど、みんなこれいつもなんかずっと手前に起こってる。そうそう、ちょっと綺麗に入ってた。持つからやっぱコントロールしやすいですよね。まあ、でも気持ちの安心感がすごいあるんですね。だからここで押していく時もだからちゃんと持ってから行くし、まあ、逆に落としたい時なんかちょっと持ってくれるからひょいってあとやればてんちょちょんって言ってくれる。これぐらい持つのにパワーはあるね。そんなにしんどくないっていう、確かに持ってる感で言ったらさ、結構なんかプレステージチックなさしなり感があるのに、あそこまでしんどくない。しんどくない、しんどくないですね。これ持ってはボレーヤーになれる。ペット変えたの？いや、それは違う話ですね。いつもこのぐらい。あとはなんてブロックがしやすいですね。ブロック。フッキーさんから結構こうバシッてこうボレーでちゃんとボレー打ち込まれてる。これでヒュッて当てたら弾かれなくてちゃんと収まってくれたんで。これはいいっすよ、これ。イメージしてた感じとはいい意味で違う印象のボレーの使用感だったかなとは思います。で、まあ、続いて MP も出していただきましたが、
まあ、あの比較するとこのラインだとやっぱりちょっと黄金スペック系のラップラケットの印象からちょっと比較をしてくることになると思うんですけど、うん、まあね、あとね、パワーレベルもね、600っていうと、インスティンクと MP、エクストリーム MP、はい、まあ、あとはグラビティの S とか、うん、まあ、そこら辺のこう、まあ、特にちょっとパワーのあるフレームっていう印象の中でボレーをポンってしてみると、感触としてはやっぱり柔らかさとかホールド感っていう部分の印象が結構強い、うん、ボレー打つとね、そことイコールかって言ったらね、結構持ってくれるのに飛んでくれるんで、あのコントロールはしやすい感じは、うん、グッて押したりとか、うん、あのがある程度こういう系統にしてはやらせてくれるので、うん、高反発系のアシスト感ではない、うんうん、だ黄金スペックじゃないですよね。ではない、全く違う、もう本当に印象で言ったら、ボレーに対して言ったらボックスフレームのしなり感というかホールド感っていうのをイメージして、自分でこう操作して使っていった上でコントロールしやすいとかアシスト感を得られるっていうイメージの MP の感じかな。ただバランス軽いから、でもこれも操作性は本当にいいと思う。うん、そうですね。打ち負けることもなく、このトント前でのこういう細かい取り回しっていう意味では295で315mm、はい、ちょっとトップラインで、なんかね、今までにない感じなんですね。感触としては、ね、この意見を今日いろいろ、もう本当そういうね、いろんな意見いただくけど、今までにない、ね、言葉出てきてますからね。ヘッドのインプレでね、うん、なんで、だいたいヘッドってさ、ね、しなるとさ、ここもしなるじゃん。あ、もう、うんうん、しなるなら、そう、しなんないとしなんないんだよ、うん、まあね、しなん、ここはしなんないのに、しっかりここしなるんだよね、うん、ガチガチのボックスから買い替えてもそんなに違和感は、まあ、ないと思います、うん、ちょっとアシスト感が欲しいボックスフレームっていう感じの選び方だったら全然ありだと思います、うん。そしたらまあ多分プロとかの方がまずは間だと思うし、行ってみて、はい、では続いてサーボージャーって打ってみましょうかね。非常に打ちやすかったです。やっぱちょっとやっぱりしなってくれるので、まあ、自分的には少し気持ちしなってくれる方が多分ボールのまとまり感というかちょっと持ってくれるから、コントロールしやすいのかなっていう感じはありました。で、やっぱ振り抜きはやっぱりプロの方がいいですかね、うん、でやっぱりまあ MP の方がちょっと振り抜きっていうところではいかないかなっていう気はしますが、まあ自分自身でいつも使ってるのがエクストリームの MP なので、まあその空気抵抗とかっていうところはまあ慣れてるから、コントロールとかはまあ多分こっちの方が良かったとは思うんですけど、はい、いい感じでまとまりやすい感じが、いや、もうこれがあれなのかな、エクストリームとかと違った、やっぱりそのここの しなる感があるからなのか、うん、パッといってあそこまでまとまってるのも久々かなっていうぐらい、うんうんうん、確かに多少なんかちょっとずれてるのをちょっとずつ修正してみたいなところがありますけどね、うんうん、結構初っ端から、だからそれがエクストリームに近いからなのか。あ、でもこういう風に使ってもらって、やっぱこういう実際にこう服を多分初めて打つっていうところであれだけこうまとまるっていうのは、やっぱラケットのこういう球持ち感とかっていうところのメリットになってくる。そうですね、まあね、明らかにエクストリームと何かもここが全然違うって考えると、そこが全然違う、要はそんなにアジャストしましたね、逆に、うん、でもここがね、しっかりしてんだよね、エクストリームと違って、まあ、アルビティグーキューエクストリームエクストリームはたまんじゃうから、たまるそのたそのたわんじゃうのがないけど、その分こっちがしなる。なるほどね、うん、まあ、結果的には違うけど、同じような玉持ちが出てる。違うんだけど、玉持ち感が、ここに伝わってくる玉持ち感が、なんとなく似ている感じが、うんうんうん、だけど、スピン、エクストリームでもスピンに特化してるから、うん、でもやっぱりまあエクストリームが絶対かかりますからね、あっちはあっちの良さがあります。エクストリームを立てますね、中村さんの。さすがさあ、これで中村浩二のラケットが今後どうなってくるのかまた楽しみですが、まあそれ、そうですよ、ね、そしてじゃあ山崎浩二ちゃんと、でもいつもより、全然いつもよりまとまってたね、やっぱりいいんじゃないの。そうですね、これも良かった、当たってましたもんね、コーンも当たったし、なんかいつもほら、なんか暴れ坊将軍になっちゃうじゃん。あれじゃない、ね、そうですね、あれじゃない、お前も白かな。いやー、まあどうすか、剣ね、持つんですよ、確かにこの持つから。お前もって中村今ちょっとね、今一緒に変えようみたいな変えるかもしれない。おっ、サーブもなんか持つ感じがやっぱなんとなく感じるんで、確かに狙いやすい感じがしますね。なんか
パーンっていっちゃうのでちょっと持つ感じがするんで、うん、どっちかってやっぱなんですかね、回転系の方がなんかイメージは良い感じがするし、なんとなく、うん、ここの持ちつ感じからしてもなんとなくフラットとかよりもやっぱワイドとかの方が狙いやすいのかなって感じがしたんですけど、うん、けど振り抜きもねやっぱりこれ98で22ミリですか、だからいいっていうのがあるので、うん、社長やっぱいいんじゃないですか。いやいや自分も良かった。まあ今回 MP とプロと、まあちょっとインプレをいつもの場所でということで打たせてもらいましたけど、まあ既に2回打ってたとはいえど改めて感じるこの野球感の柔らかさとか、うん、あとしなり感とか、でもそういうの、いや打球感の柔らかさしなり感っていってやっぱりイメージなのでプレステージとかラジカルとかってなっちゃうけど、そこと比べたらやっぱりアシスト感っていうのはかなり感じられるし、まあ、本当に今までにないそのシリーズの一本という形で本当にね、なんかね、MP 打ちましたけどいろんなのがいるんだよね、なんか、ありますね、プレステージがいて、ラジカルがいてエクストリームっぽいとか雰囲気がありつつスピードっぽい、なんかこの辺もあってみたいな、で、プラスで多分この辺もね、オーセチックが、うん、なんかね、こうちょっとボレーとかのこういう時のアシスト感みたいなのも ね、まあ、ねあるのかなっていうのもあったりとか、いろんなところが入ってる気がします。して、うん、だから多分使う、今回こう3人で打たせてもらって、僕と結構お二人の打ち方がかなり極端に違うっていうところもあって印象が多分かなり違う、これだから多分皆さんも多分実際打ってみた時にいろんな印象を得ると思うんですけど、多分ポイントとして見てほしいのがやっぱり柔らかさ、打球感の柔らかさとかしなり感でもアシスト感は欲しいよねっていうところのこのバランスの良さっていうのはプロにせよ MP にせよあると思うんですよね。どんだけしなり感があって飛ぶのがない、うん、いいこと言ってくれましたね今。これ本当に多分新しいポイントになってくるところじゃないかなと思いますので、はい、まあこれをぜひいろいろ今までない感覚だからこそ多分求めている方はいらっしゃると思いますので、ぜひ新しいブームをね、はい、ご検討いただければなと思います。はい、発売はいつ？はい、1月20日発売予定です。サインオープンで選手がね誰かが使ってるかもしれない。ね、もういやもう間違いなく使うでしょ。それかわからない。わからないけど、ね。まあそこら辺もちょっとね、あのお楽しみに見ていただければ、ね。まあ多分選手もね、このあのね年末でいろいろね試してるでしょうからね。新春一本でいかがでしょうかっていうことで。新春一本。というノリの、新しいブームの、はいはい、新しいヘッドのシリーズのブームのインプレーでしたので、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。